皆さんこんにちは。レック専任講師の沢井清春です。直前講座改正法第1回目の講義入っていきましょう。よろしくお願いします。はい、今年の改正法もいろいろとあるんですけれども、ちょっとそこは本質的な論点からはちょっとずれているっていうところと、ここはズバッとっていうところがありますので、ちょっとねそのあたりは分けながらですね、ここはすごい大事だぞっていうところと、ここはできればやってくださいねみたいな感じで、ちょっと分けながらの講義となりますので、そのあたりね汲み取っていただければ良いかと思います。では早速入っていきましょうね。はい、まずテキストを開けていただきまして、はい、で今回の改正に関してね、はい、まずこのテキストの並びなんですけれども、これ第1部第2部と、で講義で触れるのは基本的には第1部です。で第1部は今年の法改正ですね。はい、ということで、見ていただきますとですね、まず労働関係に関する法改正が入っております。それから、第1章ですね。で第2章が社会保険の法改正ということですね。で第2部というのは、これ昨年の改正ポイントを一応ですね、流れが分かるようにという形で並べてありますので、ここは参考資料になります。はい、では入っていきましょう。2023年度の法改正の講座です。はい、皆さんこれね、どちらかというと、ニュースなどとか、テレビのニュース番組なんていうものからとかね、ネット情報で出てきたものが多いのかと思います。賃金のデジタル払いと、はい、いうことなんですね。そうしますとですね、これに関しましては通貨じゃなくなると、はい、いうことなんですよね。なので、言ってみれば5原則の例外になりますよというところなんですよね。皆さん使われてる方もいれば使われてない方もいます。例えばペイペイとかですね、何々ペイみたいなところですね、ああいったもので、はい、賃金を払う制度が、今回、新たにスタートしましたということです。賃金のデジタル払いの創設、従来から賃金はこれ原則通貨で支払わなければならずと、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合、厚生労働省令で定める賃金について確実な支払い方法で厚生労働省令で定めるもの、はい、これが銀行口座への振り込みです。これも日常的に使われているわけですね、による場合は通貨以外のもので払うことができます。改正によりこの厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものに厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者、指定資金移動業者の口座への資金移動が含まれることとなった。はい、そしてこれにより所定の要件を満たせば使用者はいわゆるこれ電子マネーといわれるものですね、はい、何々ペイとかですね、そういったものですね、支払うことが可能となりましたということになります。ではまずですね、この規則が変わりましたので少し見てみたいと思うんですよ。はい、ただね、今から見ますこの丸3、この丸3ってありますよね。でこの丸三の、A から H までの要件があるんですけれども、この H、A から H までの要件は資金移動業者が満たすべき要件ということになりまして、ここは使用者が満たすべき要件とは異なりますので、事前にですねそのことは、先に言うと右側のポイントっていうところをちょっと見ていただいちゃっていいですかね。事前にここはお伝えした方がいいと思うんですよ。でこのポイントのところの3つ目の黒ポチを先に見るとね、今から確認する、A から H の要件は資金移動業者が満たすべき、要件であり使用者が満たすべき要件ではないと、はい、言葉として資金移動業者という言葉を使ってますよね。では見ていきましょう。まず使用者は労働者のここ同意を得た場合には賃金の支払いについて次の方法によることができる。はい、一つ押さえましょうね。
労働者の同意というところですね。ただし3に上げる方法による場合には、当該労働者が1または2に上げる方法、労働者の預金口座への振り込み等により賃金の支払いの選択することができるようにするということで、この3がまあそのいわゆるデジタル払いなんですけれども、このような場合は、はい、デジタル払いをやるということであれば、はい、これはですね、例えば口座振り替えの選択もできるようにする、だからデジタルだけオンリーというのはこれはできませんよということなんですね。はい、ということで一つ目の押さえということは、はい、デジタル払いを選ぶことができる場合であったとしても預金口座の振り込みでも OK を、まあ、できますよということを言っとかなければいけないとともに、労働者に対して3の A から F までに挙げる要件に該関する事項についてこれ説明をします。ここ押さえです。はい、そしてここです。労働者の同意を得なければならないというところになります。では見ていきましょうね。はい、ここで大事なのはやはり説明プラス労働者の同意ですね。はい、ここの説明プラスこの労働者の同意というところが押さえですね。説明プラス同意、これが大事です。説明プラス同意ですね。はい、まあ、押さえてください。では行きましょうね。はい、3番です。資金決済に関する法律に規定する第2種資金移動業を営む資金移動業者であって、次に挙げる要件を満たすものとして、はい、ここです。厚生労働大臣の指定を受けたもの、はい、この大臣指定業者、これ押さえです。実際に行うことができるデジタル払いは大臣の指定を受けたもの、これを指定資金移動業者、これ覚えましょう。指定資金移動業者、指定された資金の移動業者だから、はい、指定資金移動業者のうち当該労働者が指定するもの、第2種資金移動業にかかる口座への資金移動、はい、そしてまずじゃあ A ですね。はい、次に挙げる要件を満たす、だからこの資金移動業者は次の A から、こう羅列されている要件を満たさなければいけないということなんですよね。その移動業者は資金の支払いにかかる資金移動を行う、まあ、口座について労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額がここ100万円を超えることがないようにするための措置、はい、もう単純に100万円覚えてください。はい、100万円までと覚えちゃってもいいと思います。はい、だから利用できる額が100万円までと覚えておけばいいですね。または当該額が100万円を超えた場合に速やかに100万円以下とするための措置を講じていること。それでは B です。破産手続き開始の申し立てを行ったとき、その他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、口座について労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額、ここ全額です、速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること、はい、ということで万が一ですね、まあ、破産などしたような場合に、これ労働者の賃金が保証されるということが大事なわけですね。なので全額を速やかに弁済する保証する仕組みがあることです。ここで押さえるのは全額を速やかに弁済です。では次のページです。今度は C です。口座について労働者の、まあ、意に反する不正な為替取引、その他労働者の責めに帰すことができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となったことにより、当該債務について労働者に損失が生じたとき、はい、そしてこの損失を保証する仕組みを有していること、覚えるというよりは
労働者に振り込まれた賃金が、これは保証されなければいけない制度、それについていろいろと言ってきているんだねということを押さえておくといいですね。そして口座について特段の事情がない限り、当該口座にかかる資金移動が最後にあった日から少なくとも、これ押さえです、10年間は労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。10年という分かりやすい年数になりますので、この10年押さえてくださいね。それから E です。口座への資金移動が、はい、これ1円単位でできるための措置を講じていること。はい、ということで1円単位なので、まあ、これまあ通貨の単位というね、方法にという意味です。 F です。口座への資金移動にかかる額の受け取りについて、現金自動支払い機を利用する方法その他、通貨による、まあ、受け取りができる方法により、1円単位で当該受け取りができるための措置、および少なくとも毎月1回は当該方法による、まあ、手数料その他費用を負担することなく受け取りができるための措置を講じていること。これできればでいいですよ。このあたりはね、できればということで。それから G です。賃金の支払いに関する業務の実施状況、財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制、はい、ここは厚生労働大臣に報告できる体制です。あとは、はい、まあ、上記 A から G に挙げるもののほか、賃金の支払いに関する、まあ、業務を適正かつ確実に行うことができる、まあ、技術的能力を有し、かつ、はい、ここ社会的信用を有する、このできればまあ社会的信用という言葉を押さえておいた方がいいですね。はい、ということで、まあ、ここいろいろ見てきましたけどね、全部覚える必要ないと思うんですよ。で、前のページに戻っていただいて、はい、まず大事なポイントは、じゃあこのやり方ですね、例えば、まあ、何々ペイで払いますよということであれば、それを説明した上で労働者の同意を得なければならない、これ押さえなんですよ。はい、これ事業主が、ね、使用者が、労働者の同意を得るというところを押さえですね。はい、そしてこの資金移動業者は厚生労働大臣が指定しますから、その名前が大臣の指定した資金指定移動業者という名前で呼ばれます。これ押さえましょうね。資金指定移動業者です。そして100万円という数字、分かりやすいですね。はい、100万円を超えないこと、この資金が100万円を超えないこと、100万円覚えてください。あとは次のページですね。はい、損失が保証される仕組みを有していること、損失が保証される仕組みを有していること。さらに、はい、この場合資金移動が最後にあった日から10年間、この10年ですね、はい、取引を履行することができるための措置、それから1円単位の出し入れ、1円単位の出し入れですね、はい、ここまでで良いと思います。はい、それから最後の、まあ、万が一の、ね、選択に備えて、はい、業者さんは社会的信用を有することですね、社会的信用を、まあ、有することですね。では、まあ、導入要件等です。指定資金移動業者の口座への資金移動によって、賃金の支払いを払うため、前期の A から F の事項について労働者に対して説明した上で同意を得ること、この説明プラス同意、これ覚えてくださいね。そして指定資金移動業者の口座への資金移動によって、賃金を支払うためには、対象となる労働者の範囲、対象となる賃金の範囲、その金額、取扱指定資金移動業者の範囲、実施開始時期が明記された労使協定を締結する必要があります。そして前期、まあ、3の A から H に関しましては、資金移動業者が満たすべき要件であり、使用者が満たすべき要件ではないということになります。はい、ということでここですね、
資金移動業者の口座に資金移動によって資金を払うためには、はい、これ労使協定を締結する必要があるということですね。はい、あとは良いかと思います。では1ページをめくっていきましょう。はい、あとは特にいいかなというところです。さて、次のテーマに行きましょうね。今度は、はい、まあ、割増賃金率に関する、まあ、経過措置の廃止と、はい、これに関しては皆さんですね、まあ、今までもですね、はい、まあ、大企業に関しましては、ね、60超えたら5割増し、時間外60超えたら5割増しというところをですね、学習してきたところです。で、中小企業に関してはそれがですね、まあ、改正前と、まあ、例えばここに書いてある、はい、まあ、支出の総額が3億円とかですね、はい、以下のところと、これに関しては、はい、まあ、やんなくていいですよということで経過措置が切られていたんですけど、いよいよそれがまあ解禁されるというかね、はい、なくなるということになります。では見ていきましょうね。割増賃金に関する、まあ、経過措置のこれ廃止ですね。1ヶ月60時間を超える割増賃金率の適用除外の経過措置の廃止。従来1ヶ月における時間外労働時間が60時間を超えた場合の割増賃金率は5割以上の率とされていたものの、経過措置によって、まあ、一定の中小企業がですね、これ除外されていたということだったんですよね。はい、そしてこの、経過措置がなくなったために中小事業主であったとしても1ヶ月60超えたら、まあ、5割以上ということになりますね。はい、ということで時間外60超えたら5割以上、これ覚えちゃいましょうね。中小企業も含めということですね。はい、経過措置がまあ削除ということで改正です。続きまして、はい、今度はですね、業務上の疾病に関する改正と、はい、これはですね、はい、この別表なんですね。で、改正により、まあ、長時間労働の血管病変等を著しく増悪させる業務による脳、まあ、血管疾患として、まあ、重篤な心不全が追加され、解離性大動脈瘤については大動脈解離と表記が改められましたと、はい、いうことで、これが、まあ、業務上の疾病ですよね。だからこれ労働基準法の別表 1-2 で、実際に試験で出るのは、まあ、これ労働基準法なのですが、労災保険の方で出る可能性が高いと思います。はい、これ労災保険のですね、まあ、業務上の疾病の中の一つですよね。はい、そしてこの、長時間にわたる、まあ、ここ見ましょうね。はい、長期間にわたる長時間の業務、その他血管病変を著しく増悪させる業務によると、これが8号該当です。労災保険の業務上の疾病が、はい、8号該当のところで長期間にわたる長時間の業務というのがあります。はい、そしてその労災保険の、業務上の疾病は労働基準法の別表 1-2 に書かれている内容なんですよね。なので、まあ、労働基準法のところに載っている。ではこれを確認していきましょう。で、これはですね、労災保険の方として考えれば、あの、結構こう労災出すんですよね、この手の問題で。見ていきますね。はい、まずはですね、全体的に把握していきましょうね。この8号該当ですね。8番、長期間にわたる長時間の、まあ、業務、その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止、心情性突然死を含む。そしてこの後なんですけどもね、はい、まあ、あの、重篤な心不全、はい、これが入ったんですよね。はい、ということでここ心停止の後、ここですよね。はい、まあ、今までは心停止もしくは解離性大動脈瘤という、まあ、そういった表現だったのが、はい、ここが、まあ、重篤な心不全もしくは大動脈解離、はい、これが新しく、まあ、言葉が変わったと。
大動脈解離またはこれらの疾病に付随する、まあ、疾病ですね、はい、だから試験的にはですね、労災保険の業務上の疾病の8号の認定基準について、はい、長期間にわたる長時間の業務、はい、その他血管病変ときたら、はい、ここの最後のところですね、重篤な心不全が入り名前が、まあ、もしくは、はい、大動脈解離、重篤な心不全大動脈解離と、はい、これはですねちょっとやっとい、まあ、選べるようには少なくてもしといた方がいいです。まあ、なぜかねこの手の問題は労災保険で得意に出してくるんですよね、はい、だから、この8号長期間におてる長時間の業務、長期間にわたる長時間の業務の血管病変を著しく増悪させる、これは、まあ、重篤な心不全、まず覚えてくださいね、入ったものは重篤な心不全、はい、覚えてくださいね、8号に入ったものは重篤な心不全、重篤な心不全ですね、はい、それからもう一つは大動脈解離が入りました、はい、大動脈解離、重篤な心不全大動脈解離、重篤な心不全大動脈解離と、はい、この2つぜひマスターしておいた方が良いと思います。労災保険での出題が考えられますというところですね。じゃあ次ですね、今度はさて労働安全衛生法なのですが、毎年少しずつの改正は、まあ、確かに入っているんですよ。まあ、さらにですね、この労災保険に、ごめんなさい、労働安全衛生法に関しましては、まあ、今回ですね、はい、5年ごとに実施されている、はい、労働災害防止計画という、まあ、厚生労働大臣が、まあ、策定しているものなんですね、はい、そして、まあ、今回ですね、令和5年度から、まあ、9年度と、はい、そうすると、まあ、西暦でいうと2023年から、まあ、ここですね、27年になるんですね、はい、までの5カ年計画と、はい、そしてですね、ここに関してはちょっとね、あれなんだっけってもしかしたらね思われる方も多いかと思うんですけども、はい、5カ年計画でこれは厚生労働大臣が定めると、はい、でこの5カ年計画で、まあ、西暦で出てくることも、まあ、結構ね、実際 の、 厚生労働省のホームページを見ると西暦で書いてあるの で、 でさらに大事なのはこれ誰が定めるかっていうのは厚生労働大臣ですね、厚生労働大臣ですね、厚労大臣にしてもいいかね、厚労大臣ですね、厚生労働大臣が定める、はい、厚生労働大臣が定めると、この5カ年計画です。で、まあ、今年2023年ちら忘れようがないのでこれは問題ないなんですね、はい、2023年度から2027年度令和5年度から令和9年度これ、まあ、覚えていただきます。この5年間はで5年っていうのを覚えてください。で5年前の時に出たんですか、出たんですよそのことが、はい、なので全く前の時スルーされていれば問題ないんですけど、前の時出てることを考えれば、まあ、一応知っといた方がいいですよね、はい、ということで第14次労働災害防止計画が2023年を頭に厚生労働大臣が定める、これが5カ年計画として大臣の定めがありましたという事実を知っておくことですね、はい、そうすれば出てきた時慌てないのでね、はい、そしてですね、まあ、アウトプット指標ということなんですけれども、でここを全部覚えるということはいらないかなとは思ってるんですよ、まあ、なぜなら前に出た時は大雑把な出題なんですね、まさに、はい、だから今年出たっていう事実だけ知っていても、まあ、対処できるかなっていう印象はあるんですね。ただもしですね細かく見たい方は、まあ、アウトプット指標ということで例えばですね、はい、まあ、卸小売医療福祉正社員以外の労働者への安全衛生教育の、はい、実施率を、まあ、例えば9年までに 80% 以上にすることを目標にしていますとかね、はい、あとはいろいろ別にこれ覚えろじゃないんですけども、まあ、もしやるとすれば2番有給の取得率の
7割以上目標です。有給の取得料率7割以上目標ですね。はい、あとは、まあ、勤務間インターバル、メンタルヘルス対策ですね。はい、これが今約6割なんですけれども、はい、これを8割以上にする、現状6割です、これを8割以上にするというところですよね。はい、あとは、ストレスチェックですね。50人未満の小規模を、まあ、50% 以上にすると。ただし、まあ、これ個別に出すとすればかなり厳しい問題になりえますよね。はい、有給7割、メンタル対策8割、はい、小規模事業上のストレスチェック5割などと全部割合なんですよね。だからここに関してはおそらく対策を練ってない方の方が多いと思うんですよ。なので余裕のある方はやってほしいなというところかなと思います。最低限覚えるのは、厚生労働大臣が令和5年度から5カ年計画の第14次労働災害防止計画を策定したという事実ですね。はい、続きまして、あの型式検定に関する、まあ、改正というところなんですけれども、はい、で、あの型式検定の受けるべき防毒マスクの詳細っていうことなんですけれども、はい、ここまでやる必要あるのかなっていう感じはありますので、これはちょっと三角印をつけて、余裕のある方ですね、はい、見てくださいということで、まあ、例えば一酸化炭素用防毒マスク、アンモニア用防毒マスク、亜硫酸ガス用防毒マスク、これが型式検定が必要だと。はい、まあ、マスクの、ね、マニアの方、一酸化炭素、アンモニア、亜硫酸ガスと、はい、まあ、もし出たらすごいですよね、これね。ただ、まあ、出たとしても、あの択一で出たとしても、まあ、取れない方の方が多いと思うんですよね。はい、まあ、できればということで良いかなというところですね。では次のページです。今度は有害物特定危険有害化学物質に関する改正。はい、これに関しても三角印です。はい、絶対やってくださいよというところではありません。はい、まあ、今までもね、いろんな安全衛生法の改正を見ておるのですが、結構改正で出てくるのって、そんなに、まあ、出るってことじゃないんですよね。はい、なのであんまりとらわれる必要ないのかなということです。簡単に概略を言っちゃいますとですね、この特定危険有害化学物質の有害性の通知方法が、はい、まあ、書面だけではなく、はい、まあ、簡単に言うとメールとかでもできますよね。はい、まあ、あのホームページで URL の表示みたいなものでも構いませんよねってことになりましたってことですね。はい、まあ、一応そんな感じですね。そしてあと、人体に及ぼす作用の最新の知見に基づく再確認。はい、これはできればです、三角印。表示、通知に関する改正というところなんですけれども、まあ、保存時の表示に関する改正ですね。はい、ここですね、まあ、本当にあの余裕のある方は見てくださいだと思います。改正により表示の対象となっている有害物を容器に入れて保存するとき等の、その有害物等の危険性を知らせるため、まあ、名称及び人体に及ぼす作用を取扱者に明示しなければならないとなったと。はい、できればということで良いかと思います。まあ、新設条文ということなんですけれども、事業者は、はい、この一定のものですね、はい、これを表示対象物と言います。これを、まあ、保管するとき、はい、これに関しましては人体に及ぼす作用について明示しなければならない、はい、ということで、あとは人体に及ぼす作用の最新の知見に基づく、まあ、再確認。はい、人体に及ぼす作用ってどんどんこう、何て言うんですかね、はい、研究が進んだり認識が変わったりするってことが多くあります。そこで通知対象物を譲渡または提供するものは人体に及ぼす作用の、まあ、事項について直近の確認を行った日から、ここですね、5年以内ごとに1回、ここだけ押さえましょう、最新の科学的知見に基づき変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、
当該確認をした日から1年以内に変更を行わなければならないと。はい、ということで5年以内ごとに1回人体に及ぼす作用の確認、これは分かりやすいと思うんですね。ただ試験的にはそんなにどうかなっていう感じはありますよね。